ですよ、スティーブさん。どうぞどうぞ、座りたまえって。やっぱりあの箱下でしたよね。アメ車は壊れる。テリー土屋の車の話始まりました、土屋さん。なんかこれはですね、すがすがしいですよね。まあ軍祭ですからね。ね、軍祭は、はい、まあ、軽井沢とあんま変わんないですよね。そうですよね、本当に夏でも快適。はね。今もおしゃれだね、しかしね。ちょっと、いやいや、ちょっとなんか最近なんか軍人さんが来たのかなと思ったら、イギリス人も混じってんのかなみたいな。ね、ちょっとなんか本当だ、まあちょっとデザイン性のある。おしゃれおしゃれ。もう、はい、キョイちゃんあれですよね。デリカミに乗ってきたんだよね。乗りました。どうでした？オフロードがね、うん、かなり本格派でちょっとびっくりするぐらいですよ。あ、そう、うん、かなり走破性高いです。よかったね、三菱ね。いや、よかった、ほんと、ね、デリマルも人気でね。そうだよね、好きでしょ、ああいうの。大好きですよ、僕ね。うん、ジムに売って買い替えればいいじゃん。嫌なの？何が？いや、何が何が？いやいや、そんなこと、でもいいなと思ってますよね。でも、今購入すると、今ほとんどの車が、今もう8月でしょ、はい、もう今申し込んでも1月2月になる可能性がありますよね。あ、そうですね、今みんなそうだよね。うん、そうですね。土屋さん、なんかありますか、おすすめの車って。もうそれはもう BRZ が86でしょ。他にないの？もうさ、言ってることさ、ずっと同じじゃない。そう、BRZ 86かシビックタイプ R しかもう言わないですよ ね。シビックタイプ R サイドブレーキないもん。あ、そうか。もっと普通にないの？もっと普通になんかおしゃれなのさ。あとさ、あ、一般の方がさ、去年の団地の奥様がね、ね、おすすめするような車。団地の奥様だったらさ、何、うん、C63 いいんじゃない？また出た、またすごいの来ましたね。いや、かっこいいじゃん。やっぱさ、かっこいいですけど、ちょっと高すぎません？団地だって。高いね、だって、団地か、うん、そうそう、200万円だよ。子育てもしてるし、ね、もう住宅ローンもあるんですよ。だったら200万円ぐらいでちょっと教えてくださいよ。スイフト。ああ、なるほど、スイフトスポーツ。スポーツはいいですね。スイフトってマイナーチェンジっていうか、今度はフルモデルチェンジしない？あ、でもそろそろかも。もうそろそろだよ、うん、なんかベストカー見るとなんか必要な雰囲気で。本当に、まあ、大体ベストカーいつも言ってますけどね。あ、まあ確かに、ね、スクープ自分で原稿書いてんじゃん。何言っちゃってんのね。今日はですね、何やるんですか、ゲストの方がいらっしゃってるんですよ、はい、おうおう、はい、ちょっと呼んじゃいますか。お願いします、はい、じゃあちょっとゲストの方お願いいたします、はい、スティーブさんです。あっちゃんです。スティーブさんはもう有名ですよね。そうなんですよ、スティーブさん。スティーブさんは日本の旧車が大好きなアメリカ人 YouTuber で、今登録者が58万人ぐらい、うん、でも日米比較とか車のこととかたくさん発信してらっしゃって。あ、じゃあアメリカに住んでるの？そうなんです。あ、もうそうなんですよ。さ、高等部に住んでる人みたいですよね。本当、日本非常にやっぱり日本語うまいですよね。いや、そうですね。どういうとこあのやってるんですか、 YouTube では。そうですね、はい、もうアメリカにまあ住みながら日本のまあ文化、日本車、うん、まあ、日本の良さをアメリカ、まあ、知らないアメリカ人に紹介したり、うん、こういう車が日本にはもともとアメリカにない車、うん、こういう右ハンドル車がこんな素晴らしいものがあるというのをアメリカに持ってきて、週末になると2人で息子ともうドライブして車のイベントまで行って人に見せてやると、ね、でもアメリカ今すごいじゃない。すごいですよ、ね、毎週さアメリカ人来るんだけど、はい、ね、32GTR、33GTR、34GTR、うん、RX7、はい、86、シビック、ね、とんでもない金で買ってくんだよ。ですよ ね、 ね、考えられない金額ですよね、今まではね。普通日本の中古車で言ったら、ええ、32GTR って50万円ぐらいの、はい、それをレストアしてアメリカ人が4000万とか5000万で買ってくるんだ、しますよね。土屋、ね、はい、さん、それで儲かってるんですか？俺は全く儲かんないで、こう紹介するだけだから。そうなんだ、俺には一銭も入んないんだよ。あらということは、あのアメリカでは、まあ、それこそ映画のね、はい、ワイルドスピードみたいな映画があったじゃないですか、うん、はい、ああいうので日本車っていうのが結構いいという評判の中で、どん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 値段が上がってるんですか？上がってますね。あの、まあ、YSP もそうだし、うん、映画もそう、ゲーム、うん、そしてあとね、最近言われてるのはスティーブ適視点のおかげで日本の価格に、いつ頃から日本車を集め出したのは、興味を持ち出したのは。そうですね、まあ、
本当にもうアメ車しか自分にはねアメ車しかないっていうイメージだったんですよ、うん、70年生まれで生まれた時から、うん、ずっとぞ V8 のね396とか454とか、はいはいはい、ビッグブロックスモールブロックとかホットロードそれしかなかった。自分生まれた時から、うん、日本に興味持つようになったのは大学生の時だったんですよね、はい、その時は80年代って日本のバブルの、ねはい、いい時だったんで自分はビジネスの専攻で日本語も覚えればお金になるんじゃないかと思って、で初めて日本に来たのは91年。その時に今その時まあもちろん日本車はアメリカにいっぱいあったんですけど、うん、やっぱり目が向かなかったんですよね。興味がなかった。それはちっちゃくて、ちっちゃくてパワーがなくてイメージあって、やっぱりアメ車は一番だと思ってたんですよね。パワーはね、パワーもね、大きさとかっこよさとか。日本車がアメリカでこう理解されるようになったのは輸入規制が撤廃されてからでしょ。そうですよね。こうそのまあ、70年代からそのオイルショックの時からはね、うん、少しずつやっぱり燃費のいい車があって、うんうん、アメ車がもう燃費悪いから、うん、日本車にこう流れ、はいはいはい、で80年代にもうバリバリカムリーとかクレシーダ、うんうん、ホンダのシビックアコードはやっぱり普通になったんですよ、うん、それでも自分はやっぱりアメ車が一番だという。それはなんで変わったんですか。日本に来てこんなにすごい車があるって知らない車ばっかりだったんですよね、うん、その時日本に来て初めて見て、あと日本人のこう改造の仕方、うん、車庫端の仕方、うん、車の綺麗のに乗ることとか靴脱いでこう乗るまでってああいうの見たことなかったんですよねそれまでは、ね、で日本人はすごいなと思って、ね、一緒にしないでそういう人まあでも確かにあの、ね、それこそみんな一生懸命綺麗にしてね、ですよね、車乗ってましたよね。ああいうのも車ね、なんかドライバーさんでもいつも車をね拭いたりあれしたりっていうのは見たことなかったから、うん、あ車が違うかもしれないんだけど、車に対するその愛情っていうのは、うん、国が違っても言葉が違って、なんか同じ世界共通だなっていう部分が少しなんか分かったんですよね。だってアメリカ人だって綺麗にするじゃない。まあしますよね。ね。でもちょっとなんか違いがあったんですよね。なんか、まあ、でもあんまりチューニングはしないよねアメリカ人ってね。しなかったですね。ね、やっぱ、うん、ノーマルでビッグパワーで乗ってるっていう。まあまあね、せいぜいあのホイールを変えるぐらいであったかもしれないんだけど。あとホットロッドぐらいでしょ。まあケツを上げて、ねね、前を下げてっていうスタイルだったんですよね。昔は日本のそういうチューニングを初めて見て目覚めたんだ。そうなんですよ。じゃあ早速見せてください。じゃあ1台目からナンバーワンの、はい、あの好きになった日本車は、はい、おやっぱり。あの箱スタでしたよね。これ見てこのデザインはやっぱり車もう知らなくてもこのなんていうこれは何の車両なのかって分からなくてもかっこいいですよね。確かに、やっぱり4ドアがいいの。いや2枚の方がいいんですけど本当はね。 でも今はもうフォード 2枚の箱スタがめっちゃ高くなって、ね、めっちゃ高いそれになったのでフォードはでもいいんですけど2枚のものを、まあ、1台持ってます。あのアメリカで持ってます。それは1968年かな登場した3代目スカイラインの箱スタですよね。自分のは、ね、昭和45年式なんですけど。それはですか、はい、あの GTR じゃなくて、GTR じゃないですね、うん、自分のはもう GTR 仕様っていう一応まあしているんですけど、うん、まあどっちかといえば俗車仕様にしてますね、うん、その俗車仕様、ね、土屋さんなんかこう思い入れあるんですか箱スカとかは。もう小学校5年から6年の時にテレビでその日本グランプリっていうのをやってて、うんはいはい、高橋邦光さんがこの箱スカで50連勝そうかそうかそうそうそう、それで、それでね伝説を作りましたもんね。そこからスカイライン伝説が始まって、はい、親父をだまくらかしてスカイライン買えって。おで、あの GTR は高いから、2000GTX を買わして。おー、そうだったんですね。当時は、はい、箱スカは女性にモテなかったですよ。あ、硬派な車。うん。これ意外と硬派だから確かに、ね、意外となんか当時のそれこそなんかちょっとお嬢様系には、うんまあ、今もそうかも分かんないけども、やっぱスカイラインっていうと硬派、硬派ですよ ね、 そうテントメリーになってからなんかなよっちくなったの。あーケメリー、愛のスカイライン、愛のスカイライン、愛じゃねえだろスカイラインは硬派だろ。そうなんだ。さあ続いては、続いては、次ですか。はい、はい、お願いします。次に、はい、これね、でも息子何も仕事しないね。まあ、じゃあやらしましょうか。いいは、はい、あちゃんの、はい、あちゃん、これ見せてください、はい、次はやっぱりフェアレディ Z です。ハコスカと違ってフェアレディ Z はアメリカにありましたよね、うん、左ハンドルの 240Z、 ね、240Z、 260Z、 280Z、
多分もう人気ナンバーワン、日本のスポーツカーがアメリカではね、こうフェアレディ Z だったんです。この30Z はね、もうアニメにもなってるしね。ですね。これは一回こうやっぱり買おうと、毎回新しいのが出るたびに買うアメリカ人がいっぱいいましたよね。24、240、260、280、300もずっと買い続けの、もうハマっちゃったアメリカ人が少なくはないです。まあ値段もリーズナブルだし、でも性能も良かったってことですか。ですよね。で乗りやすいし、速いし、かっこいい。現行のフェアレディもアメリカでは今人気あるんですか。人気ありますよ。あ、現行も。そう、なかなか手に入らないけどね、まだ新しいやつが、数台しかまだ見てないんですけど、でも人気です。はい。人気なんですよ。そう、まあ、これはしょうがないな。これはね、これはもう世界でもその 30Z はさ、確かにちょっともう少し、はい、あ、それは大人気ですよ。そうそうです。スティーブさん、今の最新のフェアレディ Z はどう思います。そうですね、もうず正直にもう最新型の車にあんまり興味ないんですよね。古いものがかっこいいですよ。古いものがいいんだ。そうなっちゃったね。ないからこそ、もう見ないからこそかっこいいって、うん、新しいのはまあ2、30年後にもしかしたら自分の目が向くようになるかもしれないんだけど、うん、なんかね、あの古いのはなんかいい味、あ、なんか味があるよね。確かに。あっちゃんもそうですか。僕も言ったら古い方、S30 が一番かっこいいと思います。ああ、そうだ。それは悪魔の Z だからだな。悪魔の Z ですよね。はい。そうなんだ。だから意外と若い人のアメリカ人でも自分たちも生まれる前の車を気に入って。なんで知ってるの？その日本の旧車を若い子たちが。あ、僕の友達はまあ僕が一番多分最初にあの、まあ、アニメとかこういう車好きのアニメとかいっぱい見て、うん、それでなんか自分も車のイベントとかに行くと。うん、そういう周りの子たちがなんか、まあ、一緒にパパも結構すごい車持ってて、うん、これ Z がすごいなとかってみんな気づくようになって、今特にあの、まあ、イニシャル D もそうなんだけど、うん、あの Y スピとかみんな見てる子がすごくて、うん、今車のイベント行くと、もう今子供ほと、まあ、20代の子たちがもう Z 大ファンです。いや、だってアレックスはさ、この30Z なんかはさ、湾岸ミッドナイトじゃないと分かんないでしょ。あ、分からないです、ね、湾岸ミッドナイト見てないと分かんないですよね。そうですよね。悪魔の Z、パパなんか全然分かってないから別にね。 あれですか、あの今ね、ステムさんなんかは日本車好きでしょ。大好きです、はい。当時の1960年代、70年代のヨーロッパ車はどうなんですか。うん、興味ありません。おー、ないです。ないんだ。なんでですか。当時は例えばアルファロメオなんかすごくいいじゃないですか。うん、そうですか。アメリカ人、アメリカ人だから多分ね、ね、ヨーロッパは嫌いなんだよ。嫌いっていうことで認めないっていうのがあったのかな。認めない。アメリカ人はヨーロッパ車を認めないの。なんで認めないんですか。アメ車が一番だから。あ、そっか。ね、アメ車は一番で。USA 僕らは正直言って、僕らはその1960年代、70年代の頃、日本車も好きだったんですけども、ヨーロッパの車の方がいいなっていうふうに思ってたんですね。どこがいいの。デザインがいいじゃないですか。あ、デザインがいい。デザインですね。デザインが、日本のセダンってなんかおっさんしか乗らない、うん、ヨーロッパのセダンってなんかこうかっこよく乗れる。でも俺今でもね、あの日本車同じ値段出すんだったらクラウンよりも例えば BM とか買うのと同じように、うんうんうん、その思考って変わらないじゃないですか、はい、だからそういうふうに考えると、今はこの昔はね、うん、あの日本車乗ってるよりもよっぽどドイツの車乗ったりの方が人気があったんですけど、ミーハーミーハーでももう築地生まれだからミーハーだろ。もう俺らみたいな田舎生まれは長野県人だと日本車が一番なわけよ。え、いや、もうヨーロッパ車はすぐ壊れる。あー、バワーウィンドウ開かなくなったり。アメ車は、ね、ちなみにすぐ壊れるイメージだったんですか。アメ車は壊れる。アメ車は信号で止まったらエンジンかからない。あと、それ旧車の良さ。アメ車はデザインがやっぱ大陸に合わせて作ってるから大雑把ですよね、今考えると。でもそれが先ほどのスティーブさんが言ったみたいに20年30年経つと良くなるじゃないですか、うん、はい、で例えばコルベットなんかも5代目コルベットなんてのは雑な格好してますよ、はい、うん、でも今見ると
それがいいなと思うのと同じ、うん、そうなんですよね、うん、これ2、30年こうやっぱり人気がなんかない あってこれで不人気になっててまたこう2、30年後にまたね、うんうん、あのまたこういうサークルがあると思うんですよね、うんうん、人気あってだから今の若い人生まれる前か、うん、生まれてないのに、うん、その当時の日本、日本車が若い人から見てかっこいいっていうの、うん、どういうことなのかってで思うと80年代の車、うん、自分もあんまりねアメ車もそうだし、うん、その当時の日本車もあんまりかっこいいと思ってなかったんだけど、うんそうだよね、今ね80年代あの86もそうだし、うんうん、もうこの時代の車ってまた、ね、今すごい人気が出たんですよ ね、うん、なんかこういうのあるんですよねなんか最高ですかね、はい、かずるいよねずるいあじゃあ次行きましょうか次の車行きましょう、はい、じゃあ次の車お願いします、はい、あちゃんおーロータリーこれロータリーです、ね、FDFC、はい、これどっちも持ってるってこと両方持ってますそうこれはちょっと非公開の車なんですけどチャンネルでは誰もあんまり知られてないともうバレちゃうんだよねこれでバリバリ全然 OK ですけどなんでそれ非公開にしてるんですか昔も持ってたんでその時にもうインタビューさせてもらってた中ではスティーブこれはね一番バランスのいい一番いい車これ片手でこう運転してこうフラリにももう勝てる車だよって一番いい車、うん、本当かなと思ってもうそこまでもう一生懸命こうね、もう伝わっておっしゃってることが、うん、あの伝わってきたんで帰ったらすぐ買っちゃいました、うん、1台めっちゃいい車ですよね、うん、いいよねいい軽いんだよね軽い、うん、バランスはいいなんでスティーブさんってそんなすぐにお金で買えるの確かにそうですね一生懸命やってますよそこです、ね、仕事金持ちなんだよ金持ちなんだよ17台もすぐ買えないから今はね YouTube でね利益を得るって言ってわかるんですけども、ええ当時はそういう仕事してないわけじゃないですか、うんうんまあ、サラリーマンっていうか、まあ、普通のセールスマンだったんですけど、うんねはい、これは清水さんこの2台ではどっちが好きですかまあね FD の方が多分好きだったんですけど、うん、FC にはもっと深い意味があります、うん、っていうのはコロナになって、うん、大学に通えなくなった息子、うん、自分は日本に来れなくなった俺が、うんどういうこれからどうしようかって、うんうん、チャンネルも始まったのにこうどういうコンテンツを作るのか、うん、ボロい FC をあのカリフォルニアで700ドルで買って、うん、2人で一からもうバラして、うん、もう作り上げたレッドサンズ仕様のイニシャル D 仕様にした車があるのでその車にすごい特別、まあ、親子で作ったからこそすごい深い意味のある FC ですよ、ね、よくあったね700ドルで怖いところまで行ってちょっと人の家の裏からドキドキしながらこう引っ張って早く帰ろうっていうのをやる前に700ドルで買ってすごい行きますこれ僕これのオープン乗ってましたあこれのオープンですねはい、はいオープンはね意外とアメリカに多いんだけど人気なかったんですよねそうそうそうオープンがクーペが人気だったんですよそうそうそう、はい、ボディ剛性が弱いからオープンはねだからアメリカも日本も人気なかったよね、はい、まあでもなんか華やかさだとオープンの方が、うん、でも今高いですよオープンも、ね、これもう手に入りにくくなった、ね、ここはもう全然手が届かないぐらいの値段になったんだけど、うん、こっちもどんどんもう上がってるよね、はい、あこの RX8 って出たじゃないですか出ましたねあのRX8 はどうなんですか？いやでも人気ないですよね、アメリカでは。あれ、ダメですか？自分は好きだと思うんだけど、うん、なぜ人気がないのかという。走りはすごくいいですよね。運動言われてますよね。パワーがないもんね。なんかあの多分あのハンドアのなんか後ろの長くなったクーペの感覚がなくなったことがあるのか、うんはいはい、もう一つは排ガス規制がうるさくなったアメリカでは、登録、そのほら車検、うんまあうん、あのカリフォルニアは特に厳しくなって維持しにくくなったこともあると思うんですよ、うん、あとロータリーに詳しい人はあまりいないのでアメリカで あの整備とかはねしにくいから燃費も悪いですよね燃費は最悪です ね最悪アメ車と同じだよねまあ変わらないですこれもうだったら V8 のね、うん、ビッグブロックの車乗れば僕実は買って売った理由が、ええ燃費がすごすぎて維持できなくなったんですよ、ね、いやでもそうですよね本当にさリッター2とか3だからね本当ですよこんなちっちゃいのにねこんなちっちゃいのに V8 と変わんないんだからアメリカ V8 と、ね、あケイちゃんはい次の車いきます、はい、次はい、はいあ、はい、あ出た出た出ましたねこれはねこれはもう土屋さん土屋さんちょっと、はい、土屋さんおかげですちょっとこの車の改めてですねいやだけどスティーブはなんでこの車を知ってるのスティーブさんは知らないですそうスティーブは全く知らない車あっちゃんなんだそうスティーブさんイニシャル D? FC と86は
僕から来ました、うん、あの最初は FD が本当にコロナの時に買いたかったんだけど、うん、どうしてもあのいろんなところでオンラインで探してたんだけど、うん、どうしても全部高くて探せなくて、うん、FC だけがなんか安く1台見つかって、うん、あもうこれは買わないとダメってなって、うん、でその車半年ぐらいかけて作って、うん、それで次は何、うん、何のプロジェクトにしようかなって考えてて、まあ、当然86じゃないってなって、うん、いやだってこれはめっちゃ高いよコロナの時。あ高くなりましたよ。これも手が届かないんじゃないかと思って、ね、あれ、はい、これコロナの後ってどのぐらい高くなるもんなんですか。コロナの時でこの86、はい、割と綺麗な車、ええ、谷口とか折戸がね、はい、380万から400万で買ってんの。それはコロナの前ってことですか。コロナ中。コロナ中ってことは3年弱ですね。もちろんもちろん。そしたら今は今はもっと上がってるよね。さらに多分アメリカで 5、6万ドル出しても手に入らないと思います。今の円安から考えると700万円とか、うん、あのぐらいの車。これはじゃあどこで手に入れたの。日本。これはアメリカで左ハンドルなんですけど、友達にお願いして、譲ってもらいました、うん、ちょっとボロい、ま、ものだったんですけど、どうしても息子がこのイニシャル D のテーマが好きなんで、うん、その1万1000回転ですか、うん、もうきっちりと何なんだきっちりと回せって、なんかそういうのがあるんですよね、うん、イニシャル D。 それのエンジンを作り上げて。エンジンも作ったの。エンジンはね 20V の、はい、あのでダイノメーターで1万250回転まで行きました。おー、はい、あのすごい、で2人でこれまた作った車なので、うん、また作れるってのは深い意味っていうか、バラしてもう親子では楽しいですよこれ。いやでもあれですよね、スティーブさんだけのやっぱね感性じゃなくて、うん、あっちゃんの感性が入るからすごいなんか強いよね。日本柱だから、うん、それこそスティーブさんの感性だと20年かもわかんないけど、はい、今度プラス20年だから40年のなんかね、はい、この価値観みたいのが入るから。いやだってアメリカで買ったって言ってもさ、うん、ボロだよ、うん、だから部品ないでしょ。ああそうでしょうね。部品は非常に特にエンジンになったらないよね。ないですよ。日本からもう、ね、問い合わせして持ってきて時間かかりましたね。特にコロナ中にはパーツもこれもない、ね、業者もやってるも潰れた会社も多くてなかなか進まなかったんだけど、うん、出来上がった白黒パンダ仕様のものが、うん、で藤原豆腐店じゃないんだけど、うん、スティーブ的支店ってお店の方で最後あそうなんだ。県の店を店にしたんですね。店にしました最後、はい、あれだよね、アメリカ支店だよね。アメリカ支店です。はい、じゃあ次は、はい、最後です、スティーブさんね、どうしてもね日本でやりたいことがあるあるんですかいうお話なんですよ。何ですか。まあ、いろいろやりたいんですけど、はい、まあ、あのドライブしたいですよね、うん、ドライブ本当に、はい、あのサーキット走りと、うん、やっぱりこの陶芸のこととか。いやスティーブさん今日ラッキーですよ、ここにドリキンいますから。いやすごいラッキーです。俺がなんでこんな格好してんの。もう最初から最初から分かってるじゃん。俺だけなんでこんな格好してんの。おかしいなこの番組は。ちょっと嬉しいでしょ。嬉しいです。これもね一緒にもう本当に すごいことです、はい、じゃあ早速夢のようです。じゃあ早速お願いします、ね、お願いします。サービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。